どうもお笑いコンビラフチケットです。よろしくお願いします。ラフチケットの同心あるある。というわけで今回ですね、僕らが北海道新聞に関するありそうなことをいろいろとご紹介していきたいと思います。はい、まずは生活に役立つこちらのあるあるからどうぞ。やっぱり時代はエコですからね。なるほどね。こういうことしていかないと。さあ続きましては私ひろきが考えた、新聞紙の使い方に関するあるあるです。隠れ身の術あるよね。ないよね。忍者が新聞紙を道具として使うことあるよね。使わないよね。続いては私元木のあるあるなんですけど、はいはい、私ね同心読んでると必ずねこういうことになるんですよね。うん、そんなあるあるです。どうぞ。なんすかこれ。いやいやいや。何？いや格好見た俺の。はい。うん。どんな格好してた？うちなんか幼稚園児みたいな。そう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 。はい、ね。だからこういうことなんですよ。うん。童心読んだら童心に帰る。ダジャレじゃねえかそれお前。あるあるなんで。よくわかんないです。わけわかんないです。あそうですか。はい。じゃあもう一個、うん、僕のあるあるどうぞ。上から読んでも下から読んでも新聞紙。やめてくれる？そういう類。サンドの飯より童心大好きラフチケットでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。